ファンを生み出すコンテンツがビジネスを加速させるアポロオフィシャルポッドキャスト超ブログ思考はいこんにちはポロです今日はですねセカンドチャンネルを立ち上げましたという話をしていきます まあ今日のお話はですね、単なるアナウンスでまあお知らせに過ぎないので、特にね、何かこう学びがあるとか気づきがあるとか、まあそういった内容の話ではないので、興味がない方はね、聞かない方がいいかなと思うんですけど、まあつい先日ですね、このポッドキャストのセカンドチャンネルを立ち上げました。何の計画性もなくですね、勢いだけで立ち上げたんですけど、セカンドチャンネル、概要欄にリンク貼っておきます。ぜひそちらもね、フォローしてほしいと思うんですけど、 パワーポッドキャストの作り方というチャンネルを立ち上げました。まあその流し目す通りですね、ポッドキャストに関する情報を発信をしていきます。このチャンネルでもですね、過去にポッドキャストにまつわるエピソードを何本かね、上げてきたんですけど、まあより特化した内容をですね、発信するようなチャンネルを作ろうかなということでね、今回このパワーポッドキャストの作り方というセカンドチャンネルをね、立ち上げました。 で、このチャンネルに関してですけども、まだ、えー、具体的なね、えー、方向性とかっていうのは定まってないので、まあ、どれぐらいの頻度でね、発信するのかっていうのはまだ考えてないです。まあ、いかんせんですね、このメインチャンネルが、まあ、毎日ね、投稿してるので、まあ、それに合わせてね、セカンドチャンネルも毎日投稿ってなるとかなりしんどい、きついので、ちょっと毎日投稿はしない可能性が非常に高いかなと。まあ、できれば2日に1遍か3日に1遍ぐらいの頻度でやっていこうかなと思ってるんですけど、 ひょっとしたらね、まあ不定期配信とかになるかもしれません。で、まあ、ポッドキャストにまつわる発信なので、このまあメインチャンネルでできなかったようなこともね、やっていきたいなと。例えばこう、えー、インタビューとかね、あるいはその、ポッドキャストコーチングってのはあるんですけど、こう質問とかね、えー、受けたまわってそれを答えるみたいな。それもその、なんていうんですかね、質問を単純にもらって答えるだけじゃなくて、その相手の人にまあ出演してもらって、直接その場合ね、ライブで回答するみたいな。 まあ、コーチング形式のポッドキャストはあるんですけど、まあ、そういったこともね、セカンドチャンネルではやっていきたいなというふうに考えています。なので、えーまあ、ぜひね、興味ある方はフォローしてもらえればと思うんですけど、この、まあ、パワーポッドキャストの作り方ですね、まあ、タイトルがですね、僕の電子書籍からそのまま来てます。電子書籍でパワーポッドキャストの作り方っていうね、えー、本出したんですけど、だいぶ前に。でそれなんかそのまま使えそうなタイトルだったんで、そのまま作りました。 まあ要するに影響力の大きいですね、ポッドキャストを作りましょうというのがテーマなので、まあそのままチャンネル名使えるなみたいな感じで、えー、気に入ってね、使ってます。で、このメインチャンネルと大きく違うところはですね、まあセカンドチャンネルに関してはホストが違うんですね。このメインチャンネルはアンカー、まあ Q アンカーですね。今は Spotify for Podcasters になってますけど、旧アンカーを使ってエピソードをアップロードします。で、セカンドチャンネルはですね、Podbean っていうですね、ホストを使ってるんですね。まあ、海外のホストですけど、まあ大体、リブソンか、バズスプラウドか、ポッドビーンかみたいな。大体このまあ3大ホストとね、言われるようなものがあるんですけど、まあそのポッドビーンっていうのをね、使ってます。無料でね、使うこともできるんですけど、まあある程度制限があって、まあ無料プランの内容が一番ま,あまともだったんで、ね、ポッドビーンをね、使ったんですけど、なんでこう、アンカー、まあ Spotify for Podcasters にしなかったかっていうと、まあアカウントの切り替えがめんどくさいっていうね、 アカウントその1個のアカウントで複数のチャンネルが作れないっていうのはね、すごくデメリットとしてあったので、で、わざわざまたね、その Spotify for Podcasters でこう、新たにアカウントね、作ってみたいなのがちょっとめんどくさかったし、なんかあってね、不具合があっても嫌なんで、なのでちょっとホスト変えようということでね、え、まあいろいろチェックした中、Podbean が一番まあ、合ってるかなということで、Podbean というね、ホストを使って配信してます。まあ基本的にその、 聞ける、ポッドキャストはですね、このメインチャンネルと変わらないのでまあ Apple、アップル、スポティファイ、グーグル、アマゾンですね。このあたりプラス、まあちょっとね、マイナーな感じのポッドキャストでも聞けるようにね、すぐにはならないと思うんですけど、なっていくと思います。やはりですね、まあ今年はこのポッドキャストにかなりね、力を入れていこうということで、コミュニティもね、立ち上げてまあ活動して、そのメンバーの人たちもですね、まだチャンネルね、全く持ってなかった人もどんどんこう行動できるようになってね、 今すごくコミュニティも盛り上がっていて、やっぱりね、ポッドキャスト配信の楽しさみたいなものが伝わってきて本当に嬉しいなっていうふうに思うんですけど、やっぱそういうね、ポッドキャストを配信する人がもっともっとね、増えるようにということで、ポッドキャストに特化したチャンネルですね。僕も今までこれ、メインチャンネル立ち上げてね、もうあと2ヶ月で約2年た、3年か3年経つんですけど、まあ、その中でね、培ったノウハウとか知識とか、 そういったものをもっとシェアしていきたいなと思うわけですけど、まあ、このメインチャンネルはですね、やっぱポッドキャストがメインの、ね、トピックではないので、ちょっとね、そこも独立させて別のチャンネルを作ろうかなと。やっぱりその、僕が聞いてるですね、海外のポッドキャスターとかを見ても、やっぱり複数のチャンネルを持ってる人が多いんですね。パッド・フリーンしかりとか、デイブ・ジャクソンしかりとかね。まあ、あのあたりはもう、特にデイブ・ジャクソンなんかもう2つどころの話じゃないので、もう複数の、ね、チャンネルを持ってるので。なので、 やっぱりそういう複数のチャンネル持つってね、いいなと思って。例えばこれがブログとか、まあブログフォーク今3つ持ってますけどね、ほぼ他の2つはもう休眠状態というかね、残ってるけどあんまり稼働してないみたいな状態で、YouTube とかもね、ありますけど、まあ YouTube とかブログをこれ以上増やしてないと、もうさすがに作業のキャパがね、全く足りないんできついなと思ったんですけど、まあポッドキャストぐらいであれば、そんなにこう、なんていうんですかね、 まあ作業にかかる時間も少ないし、僕の場合だと基本的に一発撮りして台本とかも作ってないですし、編集もほぼほぼしてない。まあ軽くこうオーダーシティでね、編集は入れてますけど、それも本当にもう1、2分で終わるような編集なので、まあ大した編集時間もいらないと。 であれば、まあ、セカンドチャンネル立ち上げても、なんとかギリギリね、回せるかなと思ったので、まあ、このポッドキャストっていうものをよりですね、こういろんな人にこう広めて知ってもらって、その発信の面白さみたいなものを、ね、感じてもらえればと思って、このね、セカンドチャンネルを立ち上げたという運びです。まあ、今年ね、本当にポッドキャスト業界でもかなり大きな動きがあって、やっぱりその YouTube がね、ポッドキャストを始めるみたいな話を出てきたんですけど、 まあ今後ね、そういう流れが出てくると、おそらく、ポッドキャストを始める人がね、バッと増えてくると思うんですよ。まあ、そのタイミングで、やっぱ僕はね、ポッドキャストの専門家とかね、エキスパートっていう認知をね、獲得するためにも、やっぱそういう複数チャンネルを持ってるっていうのは、こう、そういうとこ,ところのね、アピールにもつながるんで、普通のこう、ただ一個チャンネルをね、やってる人よりも、やっぱ二つ持ってる人の方が、より、その分野に詳しいみたいな感じには思ってもらえると思うんで、もし、ポッドキャストの配信に興味ある人は、ぜひね、セカンドチャンネルをね、フォローしてみてください。 見て欲しいいと思います、まあ、僕は基本的にそのポッドキャストだけじゃなくてオーディオブックですねまあアマゾンのオーディブルとかあとまあ日本のプラットフォームだとオーディオブックドット JP みたいなのあるんですけど、まあ、そういったところでオーディオブックの販売もしてるのでまあそのポッドキャストだけに限らず音声コンテンツっていうのはねかなりまあたけているというか。 得意ですしね。すごく相性がいいんで。まあそういう、なんていうんですかね。オーディオコンテンツ全般にまつわるような発信。ポッドキャストだけに限らずですね。まあ有料版のオーディオブックのね、ノウハウとかコツとかね。そういう情報も発信していきたいなと思うので。まあ本当に音声コンテンツってね、すごくいいんですよね。特にこう、なんていうんですかね。顔出ししたくない人とかはおすすめですよね。自分の顔出さなくていいけども、やっぱりその文字だけでね、情報発信するって結構きついですけど。でもせめてね、こう、音声とかであれば、 顔は出さなくていいけどもまあおしゃべりだけでねなんとかなるみたいなでこのおしゃべりっていうのはねやっぱこう最初は下手くそうですけどやってるうちにどん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 ね上手になってきて慣れてきてそれこそ何も考えなくてもね言葉がペラペラ出てくるみたいなそういう状態が,ができるんでまああの トークの練習にもなるんですね。だからすごくおすすめです。ぜひ、あの、まあ、ビジネスとか関係なく、趣味でね、始めてみるのもいいですし、やっぱそこでね、ね、えー、自分のことを知らない人に知ってもらうとか、それこそ、ポッドキャストのね、アナリティクスとか見ると、何人ぐらいの人がね、視聴してくれてるとかって見えるんですけど、それが仮にですね、10人とか20人だったとしてもね、それはすごいことだと思うんですよ。自分の話を、まあ、10人とか20人の人が聞いてくれてるって思ったら、すごいことじゃないですか。 その中でもし本当にね、ごくごく一部かもしれないけども、自分の発信を聞いて、少しでもね、良くなったっていう、人生が良くなったとかね、っていう人がいたら、それってすごいまあ価値のあることだと思うんですよ。で、そういうことができるのが、やっぱりこう情報発信だし、ポッドキャスト。ポッドキャストに関しては特にね、こう、ルーティン化して、日常的にこう、繰り返し繰り返し聞いてくれる人が多いので、より相手に与える影響力っていうのはね、他のプラットフォームに比べて大きいんですよ。 だから、こう、まあ、マーケティングとかね、まあ、そういったところにもすごく、まあ、効果絶大ですし、普通に趣味で発信する分でも、こう、毎日聞いてくれるとね、自分に対して、こう、親近感を感じてくれたりとか、っていうところで、よりね、相手との距離が縮まったりとかするんで、まあ、本当におすすめです。まあ、ブログとかね、こう、書くの大変だなって思うと思うんですけど、ポッドキャストって、まあ、喋るだけなんで、ある意味、簡単といえばめちゃくちゃ簡単なんですね。楽だし,し、喋るだけだから。 だから、まあ気軽に始めてもらう。最初はこんな10分とか取らなくていいんで、まあ3分とかね、短くてもいいから、徐々に伸ばしていくみたいなね、感じでやってって、まあできれば10分か15分ぐらいのスパンで上げていくのが一番やりやすいかなと。海外とかだとまあ30分、40分とか、ね、1時間とかのエピソードってザラにあるんですけど、やっぱそれって本当にね、もうそこだけに特化してやるみたいな人じゃないとなかなか難しいと思うんで、まあ基本的にはこのミニポッドキャストという形、まあ、10分、15分ぐらいの短いエピソードを、まあ 定期配信で上げてていいいいいいくくととうススタンスにやっていくのが一番いいと思います。今後はね、モネタ合図、まあ、広告収入とかそういったものもね、期待できるようになってくると思うんで、まあ、ぜひぜひですね、このポッドキャスト、まあ、始めてない方はですね、まあ、まずは、えーまあ、マイクでもね、買うとか、マイクない人はもうスマホ一つでもね、収録できますから、そういうところからね、ぜひ始めてみてください。